今日から何でしたっけ、 AKB4 AKB 支部さんのガールズセレクションが始まりましたねテンション、ぜひ皆さんカッポイントをお待ちの方よろしくお願いしますっていう感じで、やっほービールじゃないわ。あ、そっか、今日オーディションやってるのか。待って、やらない方がいいかな配信。じゃあそうですよね、あんまりにも関係ないから気にしてなかった。15分でやめようかな。今オーディションやってるんですか。ちょっと教えていただけると嬉しいです。昨夜姫、おお楽しいよね。でも来ちゃったありがとうだけど、ちょっと待って、怖い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 、叩かれる叩かれる。あ、始まってる、ちょうど見てたところ。よし、15分で終わろう。ファースト、6時から以外にも今ファーストジェネレーションがやってるらしいですね。ファーストジェネレーションとセカンドジェネレーションは何だっけのことさ、 FG って訳すのめっちゃかっこいいよね。怖い怖い、もう叩かれないことが一番だから炎上を一番防ぎで、ちょっと待って髪の毛がここに貼り付いてる、さっきから貼り付いてないわ、なんかめっちゃ張り付いてる気がするんだけど、なんで。こんにちは、お出かけしないよ。ちょっとね、今日のあざとい写真を撮ってました。じゃあ今日のあざとい写真さ、ちょっと攻めちゃったかもしれない載せるか悩む。なんでここに髪の毛ついてる気がするんだろう。昨日の夜普通にメンバー配信、あ、ほんと問題なしに悩む、どうしようか、あげようか悩む。それはそれで、結構攻めたんだよね多分。このさ服がさ、まずあのさ谷間事件の服なんて、この服さだんだんさなんか縮んでってさ、今なんか洗うたびかなんかに縮んでいってるのかわかんないんだけどさ、ちょっと見て、なんかさここがさもうお腹出そうなの、出てるんだけど、ほぼそう手上げたらお腹出ますけどみたいな長さになっちゃって、なんかこの服縮んでいってる、私がでかくなっていってる、どっちかなと思ってそう、この服もう着れないかもしれないが伸びてるかもね。じゃあ乗せないかもしれないんで期待しないで。洗ったら縮む服だったのかもしれないね。そんなこと書いてあったかな。で、服ってだんだん縮んでいくよね、何もしなくても。いや、洗ったら分かんない。初日から攻めてこまあ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 一回くらい攻めてもいいのかな。美しき、ポイントの方法とかパワーポイントで作ろうかなとか思い出してる。
今作っちゃおうかな。こんにちは。こんにちは。今作っちゃってもいいと思う？昼配信。なんかやっぱ昼配信っていいなって思いますよね。なんか意外とこの時間のみんなを独り占めできるかない？ちょっと誰もやってないから。氷かじります。よくない。今日さ見れたけどさ、まあ今日金曜だからみんなまあ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 、まあ、でもこれみんなどうやって作ってるんだろう。どうしようかな。どうしようかな。昼顔本当？セクシーで夜顔じゃないの？ちょっと待って、どうやって作ろうかな、パワポ。難しいな。待って、これ配信やっぱり終わった方がいい？どう思う？どう思う？ミスター飲みながらやろう。セレクションだって。大丈夫？やだよ、私これ叩かれたらみんなの戦技するから。最低。これで叩かれたらみんなの戦技するからね。すごい、おしゃれおしゃれ。ちょっと見て。めっちゃおしゃれなんだけど。タイトル。これ何？これ何？新しいんだけど。よくない？これ新しくない？もう別にさ、別に1枚目いらないんだよね。叩いたら叩き気にしてく。あ、ほんと？俺が守る。すごいバカにしちゃって今。違う。いや、わかんない。なんかデザインアイデアのとこクリックしたらこうなった。おしゃれだな。すごいおしゃれなのいっぱいあるよ。どう？これ今日ちょっと夜はね配信したくないんですよね。どうしようかな。なんかおしゃれだな。すごいな、デザインアイデアすごいな。私こういうのやり始めたら一生やっちゃうんですよ、ね、夜配信するのしたくないって言った私今。だって今配信してるんだからいいじゃん。そんな言わなくて。すぐすねるめんどくせえ女だな私は。言わなくてもいいじゃんみんな。なんですぐそういうこと言うの？なんでそんなそういうこと言うの？傷つくんだから。ごめん。やりたくないって言ったのは謝るわ。いいじゃん、この時間にはこの時間のね良さがあるのよね。ぐだぐだ言わない。ピョンちゃんのパジャマの写真かわいい。めっちゃかわいいんですけど。
2番目に可愛い、ありがとう。突っ込まないから。これか。こんにちは。投票期間、コピーできないタイプのあれ。そうですね。何しようじゃなきゃ。え、何から書くべき、こういうのって。うーん、昨夜姫の面白さ、え、嘘。じゃあ向いてないんじゃないかな。あんだんご、いいね、最高じゃん。あんこ嫌いだけど私。さっきからみんなの言うことに一言ケチをつけていくスタイルですけど大丈夫ですか。どうしたらいいんだろうね。これ説明いる？なんか東西から何人ずつ選ばれてみたいな説明いる？どう思う？説明いる？説明はいらない？投票期間と決定期間でよくないか？ポイントの集め方とかだけでいいよね。まあいいや、投票期間。リンクでも貼っておけば。ね、別に説明はいらないよね。デザインアイディア邪魔くせ。字いっぱい書いてもね、やらないよね。土着さ怖い、ほんと？ありがとう。ちょっと今めんどくさくなっちゃうんで、すいません、許してくださいね。どうしようかな。難しい。とりあえずまあ打つか。みんなもなんか食べながらやろう。私も三色団子食べたいかな。食べたいかなじゃない、食べようかな。食べたいかなは知らねえよって感じですよね。7月7日、7月7日はおじいちゃんの誕生日。よいしょ。
あーどうしようかな、あーどうしようかな、あーどうしようかな。これ結果発表のところにやる方がいいか。あ、黒い点がなくなった。うん、黒点戻ってきて。課題中じゃなくて今なんか作ってる、なんかあのあれです、ダルズセレクションの分かりやすいやつを作ろうとしてます。なんか時代が変わった。どうしたどうした。プロモーション作成中。そう、見届ける覚悟してるけど行きました。え、どういうこと。え、なんか、え、なんか、え、なんか、え、え、え、字体統一してもろてええですか。ユーゴシ君、ユーゴシックになってもらっていいかな。え、絶対ユーゴシックじゃないんだけど、どうした君。どうしたどうしたどうした。え、やめた方がいい配信。なんで。え、一回消そう。もういいや、お前消えろ消えろ。あ、配信やめるかか否か。どうしようかな。終わった方がいいと思う。ちょっと真面目にどう思う。でも私これ終わって一人で作れる気しないな。別のことしちゃいそう。平気な気もする。本当？続行求め。まあでもあと今1時間半だからあと20分もすれば終わるよね本番。ダメかな。ちょっと大丈夫かな。まあ大丈夫と信じてみましょう。速報発表は6月17日。いいね、君賢いね。
朗報、パワポ褒められる。そう、今ちょっと褒めちゃいましたね。あっちこっちにおしょう、あっちにおしょうおらんからこっち。ありがとうございます。お仕事頑張って、応援してる。はあ、頭痛い。さて、ミッサーは何を書いてるのか見とこう。ミッサーのあれが完璧すぎてあればっか見ちゃう。すごいね。いや、私もさ、あれか、作るべきかな、なんかハッシュタグみたいな。ユキを応援しに行きたい。どう？ダサい。ミッサーのセンサー真似できんね、すごいよね、マジで。なんとも。何がいいかな、なんかいい案ある人いますか。タイトルとかもフォント変えたくなっちゃうな。きらめくか。いいね、いいね、楽しくなってきたね。一人楽しくなってきました。どうしましょうか。いいね。ちょっとすぐ飽きそうだけど楽しくなってきました今私。君はごめん、ごめん、僕のごめん、ごめん、ずっと大好きだったの。胸の奥のラブコールにやっと答えてくれたんだね。こんなハートあるんだ、すげえ。パワポってすげえな。こんにちは。ユキをグアムに連れて行きたい。いいね。
すごーい。なんかいい感じになってきたね。これ写真とかを突っ込もうかな。パワポってすごいですね。いいね。海外まだ無理。確かにパワポくんね、今ちょっとめっちゃ褒められてます。ごめんね、黙っちゃった。なんか喋んなきゃいけないよね。なんだろう。そうですね、再配面に移動してみる。あ、ちょっと見にくいな。いいね。ワンポイントに人しちゃう、人しちゃう。ほんとちょっと見て、ネタバレしちゃうけど見て。ちょっと楽しくなってきました、私今。まあこれアニメーションとかつけたいけど、つけたところでな、別にスライドショーで紹介しないからな。ね、適当にそこにあった写真を突っ込んでるだけなんですけど。来ちゃった。あら、ミスさんの丸パクリになりそう。ギフね、動けるようにしちゃったのかな、本当に。いやでも動画って見ないから。投票方法はカッポイントの説明が難しいんだよな。こんにちは。こんにちは。わ、ナキさんのラブ100回ありがとうございます。ラルマラブ。わ、すごい。
花木さんありがとう。すごい、なんだっけ、花、お花ありがとうございます。あーすげーすげーって言わない、すごい、ありがとう。ゆうすけかいさん、金色のだるまさん、ありがとうございます。ありがとう。だるだるだるま、だるだるま、カッポイントの説明ってどこに載ってる。カッポイント。カッポントになってる。割烹の写真でも無断転載しとこうかな。まあいいや、ちょっと待って、どうしようかな。おやきに悪いことすな。そう、なんかふざけたくなっちゃうな。なんか面白い写真ないかな。バドミントンしてる私でも入れとく。すんごいブサイクだけど、あ、すげえ。ちょっとちっちゃいな、この文字がすごいわ。なんかすごい感じになりました。なんかあれですね、なんだっけ、あれのデザインでやったらなんかすげえいい感じになりました。この写真がやべえな、この写真変えたい。パソコンに入ってる写真適当に使ってるからちょっと顔がやばい。ちょっとバドミントンの写真面白いからこのまま生きといたろうかな。いや、このままでいこう。
いや、カップインとの投票方法はまた別のスライドで作ります。カップインとのさ、間違えて、間違えてさ、あれしちゃうんですよね。バドミントンしてる私を、ちょっとなんかいい感じの写真をね、パソコンに送りたいな。カップイントの説明難しいな。カップイントの説明が難しい。なんだ。カップイントとは、ミサの実を。ミサ。こんなにミサのやつを見ることあるかな。AKB 新聞さんを。朝の花君は何度も、ラスカルさんハートありがとうございます。ラブ。よいしょ、これどうしようかな。メイキングものが多ない。だって配信の時何していいか分かんないんだもん。説明多くて難しい。うん、単月会員が495円。ちょっとこれ少ししよう。進撃の最終巻、あ、最終巻出たの？嘘、マジ買ってない。なかなか感動のエンディング。あ、でも私ネタバレ気にしない人なんで見ましたね、ツイッターかなんかで。まだ本は買ってないけど
トボール兵器最後ちょっと訳分からなかった。私結構なんかめっちゃ頑張って見直してやっとさあれ分かったみたいなとこある。高え年間プレミアム5940円。私もお母さんに頼もうかな、買ってって。ママってカポイントを買ってほしいんだけど、あ、カポイントを買うんじゃないか。刺激が強すぎて、わかる。マジで何回も読まないとわかんないよね。5940円、買ってって言うしかないですね。なぜなら私はクレジットカードを持っていないからです。なんか200カポイントのとこだけマーカーつけるのなんかちょっとうざいから2つともつけた。クレジットカード本当にいい加減作んないとなと思いつつ、コンビニ振り込みもあるのか。ゆきちゃん爆買いすると思うのはクレジットおぬぬめ。おぬぬめできないよね。リポ払いではちょっと一番良くないよね。なんでこれいつまでもついてくるの？もういらないんだけど。一回やらかすまでが人生。確かにね。代引き。デビットカード、デビットカードとクレジットカードって何が違うの？デビットカードは使った瞬間銀行から引き落とされる。へえ、ああなるほどね。即時ってことね。アメリカンエクスプレス。なんか私使いもしないクレジットカードに詳しくなりそうですね。いやでもあれいらないか。
これコピーできないようになってるんだけど。すごいバカじゃん。プレスがかけてませんでした。来年くらいには持ってる。わかんない。クスプレスなるべく持ちたくない。頑張ってください。ありがとう。面コピーで画像編集。確かに、まあここまで頑張ったから頑張ります。なんかちょっといい感じの写真を載せたいな。撮ろ今そろそろ TDC 行く準備。おー、いいですね。よし、今ここで撮ってイノしていくスタイル。出しです。TTC に向かっております。おー、みんな TTC 向かってる。いいな。楽しんできてください。みんな、私も出たかったな。なんかうざいけど、まあいいや。チームメイト出てほしかった。出たかったけどね。まあしょうがないですよね。いろいろあるもんで。いろいろあるもんで。ひーちゃんと全然いいな。なんかうざいパワポが出来上がりました。
注意みたいなマーク。パワポ使えない、仕事なんで使いこなせる人。確かに、いや確かにじゃない、私もあんまできないからしかも1枚目と2枚目が違いすぎて、ちょっと1枚目変えよう。ちょっと待って、やりすぎ。うん、これくらいでいいや。ここの文字別にこんなおしゃれじゃなくていいや。やっぱ引き算ですよね。やりすぎって結構あるよね。してる気がする。本当嬉しい。ちょっといい感じに出来上がってきました。楽しいですね、こういうの。意外と好きかも。才能はないけど。文字ちっちゃ。そういうのは課題でなければ楽しい。確かに。これレイアウト変えよう。内容だけでいい。課題になると突然楽しくなるのは何なんだろうね。
挿入どうしようかな。すべてにおいて課題はつまらん。わかる。なんかちょっと面白い画像入れたいんだけどな。面白い画像は特にないな。なんかいい感じのさ、なんか文章、気持ちのこもった文章を書かなければミスターみたいに難しいな。どう書こうかな。宝くじ交換してきました。3000円当たってた。めっちゃハッピーじゃん。いいな3000円。
僕の推しのまひちゃんに頼む。まひちゃん本当に最近会ってない。なんか面白い写真ないかな。すごいね、バー余りしちゃった。字余りじゃなくてバー余りしちゃった。うーん、誰かデザイナーなんでここで急に反応なくなるんだよ、デザイナー。合うデザインはございませんって言われる、どうしよう。デザイナー、うん、そういう画像って、これは分かんない。みんな絶対パワポで作ってないと思うんだけど、私はちょっとなんかあの携帯でカチカチやるのがちょっとに嫌いなので、ちょっとめっちゃバー余り、この下バー余り、バー余り、バー余り、いや字でかくすればいいんだ。課題と一緒の方法でごまかしてやろう。お、完璧。余らなくなったぜ。ちょっとこの画像がなんかこのまま貼り付けてる感じがいくんだけど、どうなんで、そうですね、できた。なんかいい感じじゃない。すごくいい感じになりました。あ、結婚してドタバタさん結婚する、ありがとうございます。マスカルさん、あ、すごい、花束ありがとう。よいしょ。これでどうしようかな。これどうしたらいいんだ。これどうしたらいいんだ。共有。よくできたけどどうしようかな。メールで携帯に送るとか。
結婚しよう、わかんの？パソコンからツイート、ああ確かに。ちょっと待ってね。なんかさ、めっちゃさ、喉痛かったんだよね、今日さ、起きた時。めっちゃ怖くない？これ風邪ひいてんじゃねみたいなとこない？ああ送信済み。PDF にすればいいのか。え、これ PDF にできる。え、わかんないわかんない。パワーポイント写真にする方法。スクショ、まあ確かにスクショでもいい。あ、形式の保存の仕方か。タタ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 タなんか最近すごいパソコン重いんですよね。あ、これ違う、これパーポ、これパーポ、これパラホ、 PDF とパーポの P が一緒なんだ。あ、いいじゃん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 。で、これをこれをメールに送る、メールに送る。でで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 。出来上がったら配信終わるけどし、どうしよう。終わってほしい？ポニーテールの生地見ました。嬉しい。なんかいつもさ生地にしてくれて本当ありがたいって感じですよね。久しぶりにカラオケ配信でもしようかな。出来上がりをお楽しみに。仕事中にラジオで聞くことになるんで。どういうこと？ラジオ、ラジオ代わりってこと？いいじゃん。でも写真、あ、どうしようかな。壊れてないイヤホンね、こっちの差し口の方があったんだよね。あ、どっか行った、ちょっと待って。これ、あ、あれ嘘、待って、ないんだけど。あれ、ないんだけど。昨日まであったのに。え、ない、なくなった、ピエン。ちょっと待って、ピエンなんですけど、それは
嘘できないかもしれないわ。PDF じゃないんだ。ちょっと事件だよね。え、なんかさっきまでここにあったんだけどな。なくなったですね。なくなったですね。一日に宿というは私が死ぬのでだだまだ。ちょっと待ってね。ちょっと3秒くらい外すね。3秒じゃないかもしれないけど。ありました、イヤホン。イヤホンありましたね、イヤホン。わしはイヤホンじゃないみたいらしいです。イヤホンありました。ここをね見つけたんだよね。あたかも猫をイヤホンのように連れてくる女。毛深いイヤホン。そう、かわいいでしょ、うちの毛深いイヤホン。僕が測ったところによると30秒。すいません、意外と時間かかっちゃって、こちらの案件ちょっとお時間かかってしまいまして大変申し訳ございません。あの日からあなたにラブ修行。まあイヤホンあったけど、もう今日は一旦終わろうかな、配信は。また今度ですね。では皆さん、今日から投票始まったので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで、
春だけど。ありがとうございます。徳島と私の魅力は皆さんのもとに届けに行きます。徳島県代表春本幸です。すいませんね、ちょっと疲れてきました。はい、ランキングを読みます。13位森氏さん、ありがとうございます。12位モアサートさん、ありがとうございます。11位ピンクカミオさん、ありがとうございます。10位マサイキさん、ありがとうございます。9位エレメンツさん、ありがとうございます。8位まぼろしさん、ありがとうございます。7位直樹さん、ありがとうございます。6位ラスカルさん、ありがとうございます。5位は梅こぶ茶さん、ありがとうございます。4位はゆうすけかいさんです、ありがとうございます。3位ぼんごさん、ありがとうございます。2位はくんくんさん、ありがとうございます。1位はともくんです、ありがとうございます。いきまろし、あんたか、ありがとうございます。ということで、まあそうですね、ありがとうございました。また何ですかね、また配信しますね。バイバーイ。私のパワポを作ったさ、パワポもお楽しみに。バイバーイ。